こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。2019年10月、吉野彰氏はリチウムイオン電池開発の功績が認められ、ノーベル化学賞を受賞しました。今や、携帯電話やスマートフォン、小型の電子機器のバッテリーとしてなくてはならないのが、リチウムイオン電池と言えるでしょう。生活の中に深く入り込んできたリチウムイオン電池ですが、大型の機械にも搭載されるようになりました。その一つが海上自衛隊の潜水艦です。2018年10月に進水した最新鋭潜水艦オウリュウは、世界で最初にリチウムイオン電池を蓄電池として採用し、搭載しましたこのオウリュウですが、今まで中心的な潜水艦だった双竜型の11番艦です。全長は 84.0m、幅は 9.1m、高さ 10.3m。基準排水量は2950トンという巨大な潜水艦で、ここで潜水艦の歴史を振り返ってみますと、オウリュウ以前の通常動力型潜水艦は蓄電池として、鉛の蓄電池を使用していました。これは、日本に限ったことではなく、潜水艦が作られて以来、約1世紀の間世界中で鉛電池が用いられていたそうです。鉛電池は大型で重く、寒さに弱いので、極寒の地では使用が難しいなどの問題がありました。そこで登場したのがリチウムイオン電池だったのです。小型電子機器などとは、全く大きさの異なる潜水艦の蓄電池に、リチウムイオン電池を実用化させた GSU 朝社、鉛蓄電池国内シェア第1位の技術力の高さがよくわかりますね。スマートフォンなどの例ですが、リチウムイオン電池は発熱による発火の恐れがあるなど、安全面での課題があったため、高い性能には期待されながらも、なかなか日の目を見ない状態が続いていました。ところが、今回潜水艦オウリュウの新機軸としてついに、リチウムイオン電池を実装する運びとなったのです。ここが世界中から注目を集めている最大の理由でしょう。このオウリュウより前の双竜型潜水艦には浮上航行時に使い、要するディーゼルエンジンと鉛電池、そして AIP 非待機依存水、SSM と呼ばれる3種類の動力源がありました。今回、リチウムイオン電池という高性能なエンジンを採用したことにより、水中航行に使用していた AIP を廃止することができたので、ディーゼルエンジンとの2つだけで運用ができるようになったのです。進化したということでしょう。AIP というエンジンは、通常動力型潜水艦の中では高性能なものでしたが、その優秀なエンジンでさえ必要なくなったというので画期的と言われているのです。鉛電池と比べた場合、リチウムイオン電池は同じ大きさでもその容量は4倍以上もあります。小型なのに中身はたっぷりといったところでしょうか？ここで置く場所が小さくなったことがわかりますね。なおかつ AIP をなくしたことによって、その分のスペースにも空いたので、蓄電池をもっと多く詰めるようになりました。この結果、単純計算でも今までの鉛電池の2倍の量を詰めることになったのです。そして、総計では8倍以上の電池容量が潜水艦内に保持可能になったと言われています。
リチウムイオン電池のメリットはこれだけではありません。鉛電池に比べて8倍の容量を持つにもかかわらず、充電時間は同程度しかかからないということです。つまり、同じ時間で8倍の電気を蓄電できるようになったということで、時間の節約にも有効と言えましょう。リチウムイオン電池は、この圧倒的な電池容量のおかげで、水中は時速 14km で連続200時間もの航行が可能になりました。つまり、約 2800km の行動半径が実現できたということになります。この事実は、言うまでもなく通常動力型潜水艦としては世界最高水準ですし、この範囲内であれば原子力潜水艦にも匹敵すると言えるかもしれません。ちょっと余談になりますが、オーストラリア海軍は新しい潜水艦をフランスから購入すると決定していました。しかし、原子力潜水艦を通常動力型に変更するという仕様変更のためでしょうか。なかなか計画が進んでいないようです。実は、この購入は当初日本からという計画だったのですが、中国の横やりによってフランスに変えたという経緯があります。日本の高性能潜水艦、オウリュウの完成によって、オーストラリアが再び日本から潜水艦調達へと考え直すかも、という可能性が一部では囁かれているようですが、政治的な絡みもあり、難しいと思われます。なんせ、オーストラリア最大の貿易国が中国ですから、日本の影響力を弱めたい中国の意見は無視できないでしょう。アメリカは、原子力潜水艦しか国内では建造していません。そのノウハウの乏しさのせいか、台湾へ通常動力型潜水艦を供給するという約束が、放具にされてしまったので、仕方なく台湾は、自国での建造を目指すことになりました。アメリカも意外と技術力では高いレベルではないのだなと思われます。様々な情報を勘案すると、オウリュウが現在通常動力型潜水艦の技術の頂点にいるというのは疑いようのない事実ではないでしょうか。今回のオウリュウ建造費は公表によると約643億円です。直前の双竜型10番艦である小竜の建造費が513億円ですから 25% ほど増額したということです。というのは、これまでリチウムイオン電池の採用は実用化が難しく計画が遅れていたこともあったので、コスト面から負担増は避けられないことだったようですね。ここ最近、中国海軍は膨張を続けています。それに対して、海上自衛隊が数で対抗しようと、艦艇を増強するというのは事実上不可能と言われます。数より質というわけでしょうか。オウリュウが、その性能をフルに活用して進化を発揮するのは、今までの潜水艦の倍以上もの広い行動範囲を得たことによって、南シナ海での中国海軍へプレッシャーを与えることだと思われます。オウリュウ以前の潜水艦でも、南シナ海で作戦行動を展開していたことは、すでに公表されています。この行動が、中国海軍への抑止力としてかなり有効であることが注目されていました。今回のオウリュウは今までの作戦行動をさらに進めて
従来のデフォルトの潜水艦作戦と言われる重要海域で敵を待ち伏せすることから、先行しながら南シナ海の全域を移動できるようになりました。放流の動きにより、中国海軍の行動が牽制できることになります。優秀な放流は、その場所を容易に悟らせることはありません。中国海軍派放流の位置を知ろうとして、南シナ海すべてに戦勝海を行わなければならなくなります。ということは、敵潜水艦の位置が判明できなければ、自分たちは艦艇を自由に移動させられないということを意味するのです。放流は中国海軍の首根っこを押さえたと言ってもいいでしょう。潜水艦最大の特徴であり、メリットである秘匿性を生かすことで、放流派洋上の護衛艦や P-1 哨戒機と連携することで、数では勝る中国海軍を封じ込めようとしているのです。放流のデータは国防に関わることなので公表はされていませんが、一説によると搭乗員はわずか65名と言われています。その放流の存在が中国海軍の対潜哨戒に400倍以上の人員を配置させる効果を生じさせると考えられています。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。そう、流型潜水艦は、ようやく、計画の12番艦までが、進水式を終え、11番艦を流潜水艦までが、任務についている。この潜水艦日本で最強なのは、どの潜水艦といえば、やはり12番艦。東流潜水艦だろう。日本が推し進めてきた、スターリングエンジンにも、限度があり。潜水艦は、限りあるスペースを大きなスターリングエンジンに、奪われていたのも事実。しかし、放流潜水艦からは、リチウムイオン電池を搭載、スターリングエンジンは姿を消した。今現在、原子力潜水艦と互角の勝負ができるようになっている。通常動力型潜水艦では世界一だろう。ディーゼルエンジン足すリチウムイオン電池のハイブリッドで世界に革新が起きた。これからの潜水艦性能の方向性をぐっと変えた。潜航深度や能力も桁違いに上がっているだろう。それを証明する事件が起きていたのを知っているだろうか？そう。南シナ海に突如として現れた黒潮潜水艦のことを。では、少し状況を話していこう。南シナ海といえば、近年、中国の海洋進出が目立ち、緊迫した海域といえましょう。この緊張地帯で15年も潜水艦訓練を行っていたのに、ただの一度も発見されなかったという事実に驚きですね。
その理由は何と言っても、黒潮の性能や隊員の優秀さに起因するものではないでしょうか。しかし、15年間という長い時間、全く発見されることなく訓練を続けていたというのはすごいことだと思います。しかも、相手はあの忠告ですから、自衛隊の潜水艦がどれほど優秀なのかが証明されたということではないかと思います。では、黒潮に関してなかなか良い記事が見つかったので、下記に紹介したいと思います。安倍首相の中国訪問と潜水艦訓練、防衛省は海上自衛隊の潜水艦黒潮がベトナムのカムラン港に寄港したと発表しました。その後、台湾とフィリピン間のバシー海峡を通り、大型護衛艦加賀と合流。加賀と護衛艦2隻は長期訓練中で、黒潮と共同で9月13日、南シナ海において訓練を実施したそうです。通常の場合、自衛隊関係の訓練は何と言っても国防に関わる重要事項ですから、日程や場所を明らかにする必要は何もありません。極秘とされ、外に漏れるのを厳重に禁止しているはずです。ところが、開示はあえて公表しました。そのわけは、南シナ海で G 行動を展開している中国海軍へプレッシャーを与えるためと推測されています。2018年のこの時期、安倍首相は10月に中国を訪問することが決まっていました。そして中国はアメリカファーストを叫ぶ。トランプ大統領と貿易問題で激しく対立していました。挙句には貿易封鎖されるのではないかという憶測が現実味を帯びてきた時期でもあったのです。だからこそ安倍首相を味方に引き入れてアメリカに譲歩を迫りたいのが中国。アメリカの対中制裁の影響で自国の景気が悪化しないようある程度の理解を示し中国に譲歩させたいのが日本。二国間での駆け引きを前提とした訪問と言われていました。ここで日本としてはせっかく珍しく中国から頭を下げてきているだからこの機会に何か譲らせることができるのではないかという考えだったようです。確かに、手強い相手が頼み、ことをしてきたら、この機に自分の言い分を聞かせたくなりますよね。となると、ここは強気に出て相手にガツンと、一発かますぐらい、下方が外交上は有利になると考えられます。何と言っても、相手、中国の方から協力していただきたいと、言ってきているわけです。と言ってもいつも通り、中国側はせいぜい遺憾の意を示すだけと推測されます。国内向けには日本が下手に出たという体裁を整える必要がありますからね。日本は、が、
ツンと一発かまそうと思ったためか。当時の防衛大臣小野寺五天氏は、9月18日、日本の潜水艦黒潮は、15年前から南シナ海で訓練を実施していたと公表したのです。15年前の2006年、平成18年は小泉純一郎が首相で、靖国神社参拝で中国、韓国の両国と揉めていました。この時、すでに中国は南シナ海へ頻繁に侵入するなどしていたのですが、アメリカはもちろん、当事者であるはずの日本も見て見ぬふりをしていたのです。表面上は沈黙していたのですが、水面下では密かに南シナ海に潜水艦を派遣し、情報収集活動などを行っていたということになります。そして訓練については、特定の国を念頭に置いて訓練しているものではないとは言っていますが、中国を想定した訓練であろうと簡単に推測できますね。黒潮などの潜水艦が行っている訓練というのは、中国軍の艦船や潜水艦の情報収集はもちろん、相手がこちらの潜水艦を探知できる能力の有無を確認しようとするものです。仮に中国海軍が日本の潜水艦を発見したら、絶対大騒ぎするはずです。それが何もなかったということは、15年間、たったの一度も中国海軍が黒潮を発見できなかったということを意味しているのです。この事実だけでも、軍事大国中国の海軍が世界に大恥をさらしたということになるでしょう。黒潮潜水艦の快挙と言っていいでしょうには、多くの人が驚き、喜んだと思われます。こんなに高性能な潜水艦があったら、中国がしょっちゅう領海侵犯している日本周辺海域も万全だろう。ひとまずは安心だと感じた人もかなりの数いたと思います。潜水艦は基本的に海中で活動するわけです。見えない相手にとっての脅威となりますし、周辺国に対して牽制できることにもなるでしょう。黒潮は本当にすごい活動をやってくれたとしみじみ感じます。もう、すでに、世界に、我々の IHI 社製、次世代ジェットエンジン、XF9 プロトタイプ。新たに入手した情報と合わせて、詳しく見ていきますね。この静かなる防衛でも、何度もお伝えしていますが、今回ばかりは、米英が注目するのがわかります。中国の反応も、面白い記事を見つけ、技術が追いつかないことが分かったみたいです。防衛省が
2010年8月に公表した将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンにおいて、次世代戦闘機 i3 ファイター、i ファイターが、いわゆる第6世代国産戦闘機のコンセプトモデルとして提唱された。この i3 ファイターの i3 とは、高度な情報化、インフォームドと、知性化、インテリジェントされた戦闘機によって、敵を、瞬時、インスタンタヌアニタタクトの3つの単語の頭文字で、現在運用している、平成の冷戦、ことへ、普通戦闘機の後継機種として、三菱重工業を主管とする、国内企業7社によって、開発が進められていて、F2 の後継機種であることから、F3 あるいは、FSX、次期支援戦闘機と呼ばれることもある。防衛省では、2020年度、令和2年度、防衛予算において、初めて開発予算して以来、これまでは、この i3 ファイターを将来戦闘機呼んでいたが、2019年12月公表の、我が国の防衛と予算、令和2年度予算の概要案では、次期戦闘機を正式な呼称としている。この次期戦闘機は、純国産化を目指しており、F2 戦闘機までは、国内で開発ができなかったジェットエンジンについても、純国産を目指し、2010年に、防衛省技術研究本部、現在の防衛装備庁が、これまで、アメリカ製の戦闘機エンジンをライセンス生産していた IHI と、共に研究開発を進めていたもので、2018年6月に、プロトタイプが完成し、XF91 と名付けられて、防衛装備庁に正式納入された。この XF9 開発には、その母体となった XF5 というエンジンが存在し、やはり防衛装備庁と IHI、当時は石川島播磨重工業によって共同研究、開発が進められていた。XF5 は XF9 と同様にアフターバーナーを備えたターボファン方式ジェットエンジンで、1995年から2008年まで研究開発が進められ、1998年には初号機が完成、ステルス研究のための先進技術実証用研究機 X に新進に搭載され、2016年4月22日に初飛行に成功していた。XF9 は、次期戦闘機に搭載することを目標に開発されている低バイパス非ターボファンエンジンで、開発基本コンセプトはハイパワースリムエンジンであり、大出で務むかつスリムであることを目指している。そのサイズは、現在 F15、イーグル F16、ファイティングファルコンに搭載されているアメリカのプラット&ホイットニーの F100 エンジンとほぼ同じで、空気取り入れ口の直径は、約 1M、軸長が、約 4.8M とされていて、その推力は、通常で 11TF、108KN 以上、アフターバーナー使用時で、15TF、147KN 以上に達し、タービン入り口温度は、1800度以上とされいる。この推力性能は、F110 の推力を3割ほど上回るとされ、アメリカ、空軍の最新鋭ステルス製空戦闘機である F22、ナターに搭載されているプラット&ホイットニー F119 と比べても、遜色がないと言われている。なお、航空自衛隊が導入を進めている第5世代ステルス戦闘機 F35、ライトニング2に搭載されているプラット&ホイットニー製の FE35 は、アフターバーナー使用時の最高出力が、191.35KN とえ、F119 や XF9 を大きく上回っているが、そのサイズは、一回り大きくえ、F35 は単発エンジンである。そのため、双発エンジンの F15 やえ、普通には、単純な推力比では、F35 を上回り、日本の次期戦闘機も公表されている、デジタルモックアップを見る限りでは双発であるため、その速度や加速性能などにおいて、
F3-5 とは同等以上と推定されるのである。ちなみにジェットエンジンにおけるアフターバーナーとは、エンジンの排気に対してさらにもう一度燃焼を吹きつけることで再度燃焼させてより高い推力を得る装置のことを指す。高い推力を得られるため、戦闘機においては、緊急離陸時や戦闘起動の際に用いられるが、大量の燃料を消費するため、長時間の使用はできない。日本政府と防衛省は、この先次期戦闘機の開発については、海外技術の提供が必要不可欠として、戦闘機開発では、先駆者であるロッキード・マーティンの支援を受けて、機体のステルス性向上やアビオニクスなどについて、共同開発をするとして調整している。また、エンジン開発については、XF9 を開発した IHI を中心として進めていくことになっているものの、量産によるコスト削減や、さらなるコンパクト化と性能向上に向け、ジェットエンジン開発に定評のあるイギリスのロールス・ロイスの協力を得て、共同開発とする方向で話が進められている。現在、ロースル・ロイスは、イギリス主導で開発を進めている次世代戦闘機、テンペストのエンジンを担当しており、IHI との技術提携で、双方の戦闘機に搭載するエンジンのコンパクト化と、部品を共有することによるコストダウンを図りたいとの思惑があるという。実際に、これまで IHI とロールス・ロイスは民間企業ジェットエンジンにおいて共同で開発、製造を実行しており、その関係性は良い。XF9 のさらなるコンパクト化に成功すれば、次期戦闘機の機体に余裕ができ、機体全体のコンパクト化のみならず、兵器搭載量や搭載燃料を増やすことが可能になるなどのメリットがある。ステルス戦闘機にミサイルなどを搭載する場合には、敵レーダー並みの反射を防ぐため、機体内のウェポンベイの中にミサイルを収容するが、機体に余裕がないと搭載できるミサイル数がかなり少なくなってしまう。といって、従来通りに、翼下や胴体下のハードポイントに吊り下げてしまうと、ステルス性を損なうことになるため、大きな対艦ミサイル、対地ミサイルも搭載できる、広いウェポンベイが望ましいとされているのである。そして、コンパクト化の他にも、水力変更ノズルの開発も進められていて、これは、飛行中に水力方向を変えることによって、飛行中の軌道に変化をもたらす装置で、これについても、ロースル・ロイスとの協力で、スムーズに開発が進むと考えられる。このように、今後の成長に、さらに期待が膨らむ、XF9 エンジンであるが、その開発に戦々恐々としている国がある。中国メディアの八卦号の記事では、中国では、戦闘機用のエンジンとして、宇津奥義15の開発が進められているが、日本の XF9 の開発スピードが非常に速いため、先に実用化される恐れがあるとした上で、XF9 の高性能について紹介し、日本の戦闘機開発技術は、今やアメリカと肩を並べつつあると、その成長について指摘している。また、もう一つ、日本の高性能な次期戦闘機の出現の可能性について、大騒ぎをしている国がある。海上自衛隊の P-1 哨戒機に、火器管制レーダーを照射する、敵国とも言える韓国では、日本が次期戦闘機を開発したら、すぐにでも、徳島、竹島を奪還に来ると、大騒ぎをしているという。この隣国では、日本の次期戦闘機に対抗して、次期国産戦闘機 F21、フォラメ、若鷹の開発を進めているが、日本より早く、その試作1号機が完成したとして、2021年4月に、
盛大に製造工場からの出庫式が開催された。しかし、完成したはずの機体はまだ飛行することができず、初飛行は2022年として地面を引きずり回して、また工場に戻したことはもう笑うしかない。この国の国防とは常に日本の上を行くということであり、日本が持つ兵器は韓国も必ず保有しなければならないとして、出雲型の空母化を意識するあまりに、自国に必要のない軽空母を建造するという。そして、これもまた必要ないと思われる原子力潜水艦を、日本が保有する前に保有したいと、アメリカにわがままを言って困らせるとんでもない同盟国なのである。中国は急成長するこの戦闘機分野を警戒しています。日本の底力を今まさに結集する時期です。韓国は考えることが論外の国になり下がってしまいましたね。防衛費は考えない方がいいですよ。見てくれてありがとうございます。